理由付けなのかな。これから回さないでと、っていう話をしてたら、コメントキャノンって何飛ばしてんだろうねみたいな。これさ、陶器陶器そうだね、だいたいこっちでさ、これ、毒虫が光ってうなるって、うん、あれもなんだろうねみたいな話を念能力かな。そう、念能力使いだから、あいつ多分強化系だから。あー、全然強いんだ。確かにね、そう考えると設定上なんかあるキャラって結構いるね。そうそうそう、だから基本的にはいろいろいる。ね、アズラエルだって別に何言ってないじゃんって言われても、あいつ一応防御術ってのがあいつ確かに、あ、でも ボディが強いだけ。いや、なんだけど、まあ防御術ってなんかあのレベル怪獣のあいつさ、強いやつだと戦いたいくせにさ、敵に対して弱点作るのやめろよって思うんだけどね。ねえ、うん、相手弱体化させてどうすんだよ。キルラキルのさ、ガマゴーリス先輩のあの縛りの層みたいにダメージを食らうとその分返すみたいな。ああ、ああ、なるほど。いいぞっつって、あいつド M だからね。ド M とド S の間にいるのが意味がわかんないけど。さあ、久しぶりに見ましたこの悟空カラーのバング。ああ、無理無理無理ですわーみたいな感じのことやってますけどね。さあ、拾い直しこと池上。池上さんも先週に引き続き何しに来たかちょっとよくわからないですけど、あの飯を食いに来たが多分正解に近い。いや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 、そうなんですけど、今日俺3個行ったじゃないですか、うん、俺開店1時間ちょい前からいたんですけど、あ、開店ね、10時のちょい前、9時になって店の前に移動して俺ら以外で一番最初に来たのはあそこですから。あ、だって彼ら確か夜から出発してたよね。寝カフェにいたって。ああ、なるほど、やる気を感じる。さあ、池上ああ池上、いや、今の素晴らしい釣りだったんですけどね。久々に言いましたね、彼のセクシーコマンドいやー、テンション上がってきますね。なんだろう、やり込んでるやり込んでないは別として、大会で絶対に当たりたくないバングの一人ですね、これ。間違いない。あー、あー、はい、さあ、こうね、調子に乗らせたくない。なんでやねんおい。さあ、駒投げ、積極的に駒投げ打っていく。うわドラゴンボール、あー、セットしていく。あ、終わった。何成績は。さあ、ふざけんなと煽られております。はいはいはい、あ、じゃあ2、1かな。はい、じゃあ B 筐体ですね、卓上キツネ VS、俺を刺すんじゃねえ。はい、卓上キツネベンシシガミ、全国のブレイブルー勢で今までで一番チーム名に名前を使われたランキングとかつけたら どんな人が出てくるんだろうね。なかなかあの個性豊かな人たちが集まりそうなイメージがある。呼び方、先方先方宣告してね。さあ、バース入っていく。欲しい。お、素晴らしい。いや、アッチだと思ったからさ。
はい、 B 兄弟先行聞きましたんで始めちゃっても大丈夫です。気が晴れたでしょ。レボン2アクション。やばいなぁ、なんかアル君がね、もうなんか池上用になんかガードさせた状況とかっていうのはもう置いといて、クソ痛い暴れするしよ通り込んできてますね。この辺はもうなんか慣れてるって感じがしますね。裏だった、さあ振り方をためて、トップ D からのガー出たちょっと出た、ちょっと出たちょうどなんかツイッターで、あれラジオさんかな、激場さんかな、なんかあの釘を使った補正切りみたいなやつをツイッターに投稿してたと思うんですけど、やばいのは今全部釘使ったけど一本たりともガードさせないのがやばいですね。でも多分あの1回目 の, ラあのバンクの傘は多分漏れてんじゃねえかないやーなんかあの対池上をかなり考え尽くされたの動きをしてましたね。もう一体どれだけこう意識してきたことかやら一瞬むさ苦しい気もしましたが気のせいですね。はい、一三ですね。さあでは次ですね、ダイナントスマッシュブラザーズ VS ブラックアイ。ジュナイル、はい、さあダイナントスマッシュブラザーズ、全員の第三者ニューサーティーン変態郵便屋白面、ホモコップアズラエルひどい名前だな、おい。ブラカイも揃ってるよ。ブラカイ揃ってる。はい、じゃあじゃんけんをして、さあ筐体決めて先方のキャラクターを決めていただいて、まあこのゲーム 1P2P によるさないんで、あとはもうなんか適当に KF94 じゃないからね。手前側が 1P、 まあ人によってはね左側の方が昇龍がうんたらとかね。あ、まだ聞いてない。さあブラックアイどう来るか。いざ酔いね残ってるかって。いざ酔いはあれ、イザヨ抜いたチームってオレンジさんのとこだよね。負けた、負けました。あ、本人からイザヨ終了です。お疲れ様でした。俺あのキャラ弱くねえと思うんだけどな、全然。なんかでも今まで使ってた人じゃないとなかなかっていうところあるんじゃない。あ、まあそれもあるし、あと求められるのがすごい次元高いかなっていうのはあるんだけど、うん、そこまで行っちゃえば確かにね。まあ今さらキャラを変えてまで頑張るっていう人の数は少ないかもしれないねまああそこにおるけどまあ一人いるけどあ、止まったらしい。ニコ生だけかな、動いた。あー危ない。さあなんかね、関東に行って久しく見ていなかったアメリカ人、横浜だったかな、関東なのかな、まあ、関東だな。おお、なんかねえ
あれほどいろいろ言っていたここのね使い捨てになってしまった。闇に落ちたか。闇に落ちた。まあでもアズラエルなんでね相手、まあ、非常にちょっとセットプレイに関してはちょっと他のキャラよりは面倒くさいところがどうしてもありますのでって言ってたら死んだ。飛天がな今まで出なかったけどあれで保証1000ゲットでしてて、うんうん、前と含めると1700、非常に美味しいダメージ。50% で黒人それがいただけるっていうのは本当にでかいっすね。まあでもなんというか実にアメリカ人が使いそうなキャラではあると思うんだけどね。結構殴り合いキャラだし。おっと、すごいな、ブレイブルーいつからこんなに勝利するゲームになったの。すごいことに。いろいろあってバレてる。関係ねえ。ぶん殴って力だけで力だけで力だけだ。あ、やばいな、やりすぎたか。はいはいはい、はい、あーいった。あー事故った。檻でおとなしくしていてもらおう。あ、ポチッとだ。ああアメリカ人が土曜日でも名古屋は全然混んでない、やっぱりこんなシティ好き、来年引っ越すわって帰ってくるのか。ウェルカム。でもゲーセンは関東の方がたくさんいるよきっと。人間違いない、うん。まあ、名古屋は人口の割に店が多いってよく言われるけどね。あーそれもあるけど、あと普段こうやって集まってきてる人のちゃんと名古屋にいる人の数っていうのを数えた方がいい。一回そうね、大体あの岡崎だったり三重だったり岐阜だったり刈谷だったり岐阜だったり。まだ俺はだからほら名古屋市内ってだから純粋に人口の割にはやっぱ多いんだろうね。店がおっと、国体9のやとかは結構知れば知るほどこいつどうすんねんってなってっからな。レベル2おお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 おアメリカ人武装が。あーそうワンチャン来たね。はい、6C キャバリエ 5C 2C さあオキゼメ 3C キックルからのフィールド。ニューのコンボ作った人すげーよな、こうやって見てると投げ決めて、はいはい、5C キャバリエ、そう耐えれるか。奥攻めにガーキャン超下級めんどくさい。あーですよね、モードチェンジが出ちゃってた。いやー超飛を打っても死なないかなっていう感じの体力でしたからね。まあまあ超下級 50% 払ってますから。さあここまで来てしまった。これ3人目ですかね。さあホモコップと善意の第三者が終わってしまったので、あと変態指輪。
あいつら。うん、あのネームプレートにホモって書いててくださいって言われたので書いてたんですけどね。どうするんだ本当に襲われたら。知らんぞ。三振長い。あの三振をめんどくさいんですよね本当に。ただ長いだけならいいんですけど、ガードされても普通にキャンセルできるから変な読み合いしなきゃいけないし。シャーと向かってなった時のあのやつの受けの性能が ね非常に高いのでめんどくさいですね。あの三振もあの後ろの部分非常に高速短いんで、おまけに次に出てくるのが4フレから頭無敵の 6A、 あれ強いんだな。はめてる間頭無敵継続とか強いんだな。ジャンプって様子見てると色々設置されるしねっていうね。なかなか、まあ、うまいことやるしかないんですけど、格闘ゲームは自分のキャラじゃなくて相手のキャラを見るんだよってよく言われるけど、この戦自分のキャラクターどこに行ってるかよく分かんなくなっちゃったりとかするんで。おお投げれる。マジか、いろいろあった。個人展開、はい、おおミスター。当たった、当たった。やっ、おお、しかし 6A が、あかん、これはあがいてみた。まあ確定のジャミングダークに関してはしょうがないですけど、確定しない立ち回りのジャミングダークに関してはちゃんと投げ方勉強しておかないと。そうですね、もったいないからやられるだけっつう。まあ特にこのバージョン決して避けることはできないキャラのうちの一人ですからね。お疲れ、終わり、ダメなんだ。さあ、鉄地部分のダメージは食らってないが、いいダメージが入っていく。終わらなかった。ああもうワンチャンしか狙ってなかった。もう今バーストしなかった時点でそうだろうなとは思ったけど、もうあそこからのあの奇襲炎までワンチャンマンするのが、俺とジャンケンしようぜっていうのはちょっと外れてしまいましたけどね、はい、残念でしたね。というわけで 3-0 だな。はい、 3-0 でございます。さあブレイブルーの闇、むちゃくちゃ強くなってアメリカ人が帰ってきた。さあそれではですね、この次からは影響体のみかにしましょうか。これベスト4ですよね。はい、じゃあですね、銀キップと白面に決勝で9戦飛ばされた狭間雄志 VS 鈴木の本気を見せてやるよ。はい、銀キップと白面に決勝で9戦飛ばされた狭間雄志、鈴木の本気。はい、こっからは影響体のみでいきます。お願いします。巻きでやってくれると俺が会社行く前に全部見れる。巻きでお願いし、ああ無理じゃないかな、さすがに無理かな。あと試合4つあるし、4時半ぐらいに行かないと。こっから先はあれだな、携帯でニコ生で見るわ。よろしく。え、社畜。いや彼はこれから仕事でそのまま明日ブロック決勝ですよ。いやでもマガミさん睡眠不足の方が強いから厄介。うん、じゃあ店員さん呼んできて。え、はい、では今どっちが勝ったのあれ。あ、違う向こうの台って、え、あ、タクジョウキツネの勝ち。タクジョウキツネが勝った。何対何だろう。3-1。はい、はい、ありがとうございます。B 筐体今設定を直しますので、のじ合い台としてここから開放します。ご利用くださいませ。はい、 OK かな。あれ、そっちはどう、どっち誰が出るとかって聞いたよね。もう OK だね。はい、じゃあどうぞ。なんだろうこの
かつて仲間だったやつと敵同士で戦うみたいな感じの、こんな形でお前と戦うことになるのはって、できれば別の形で会いたかったよみたいな。今はなかなか最近ないよね、そういう設定。確かにね、うん、もう古き良きみたいな、うん、お、応援いただいてますよ、マベンさん。マベンさん、金取ってくれって。誰だろう、ありがとうございます。The Wheel of Fate is turning。 まあどうだろうね、普段の戦績とかいろいろも、まあいろいろあるだろうけど、でもね、もうあとはノリ。今ね、一番心配なのは金が取れるかどうかよりも下月が間に合うかどうかな。明日時間通り下月くんが来るかだから。はい、B 兄弟の方のじ合台となりました。ご利用くださいませ、よろしくお願いします。さあ、画面端で崩れると一発ラグに何でもかんでもついちゃいでございます。終わった。まあ、青ナイスガードからの下段見せかけて、おお、よく耐えた。おい、投げ通る。少し日ジャコ、うわー、とった。あっ、相変わらず激しい立ち回りしますね。どっちが？あの両方。あのゴミ袋じゃない。でもこのね、あの歩くは激しい中でのしっかりしてるのがかなりね、キリキリ動いてるって感じかな。一方お子さんは、まあ、荒くで使い特有っていうところもあるけれども、この鋭い護衛、押すのが早い。本当に判断が、だって通ったらとんでもないことになるし ね、そういうキャラだから。さすがに今のはやりすぎた。やりすぎたかな。やー、うわー、何かが起きた。事故った。あー、 6D からこれヨーガード、あーっと、ちょっとライフ、虫が出てない。虫、あー、虫が来てない。刺さって BBAから当たった。うまいこと当たらないな。これでも結構危ないんじゃないですか。はい、なんか当たると、はい、ですよね。はい、はい、そんな気はした。水木劣化さん、できる。いやー、死ぬんじゃねえかなって、早くバースト打たないと思ったけど、言ったら早いじゃないなと思って黙ってましたけど、いやでもさすがバースト対策もしっかりしております。早いね、やっぱ BBCP 狭間なんか昔のバージョンに比べるとね、全然関係ないこと思い出したんだけどさ。おう、どうしたの。狭間って中村雄一じゃないですか。そうだね。昨日あれだ、あれだっけ、長倉か、長倉と帰り道に男性声優、長倉、誰だあれ。まあで、男性声優はが、まあエンカウント見てたから、それに出てくる人ならわかるんだけど、話してて、うん、中村ってもうどの声だっけって言われて、うん、これだよっていう話。こんだけ見てて知らねえのかっていう。めっちゃ近いところにいるから、あの人。あ、長倉が思い出した。まあ、最近に限ったことじゃないかもしれないけれども、なんかいいよ、めっちゃ中村の声聞きますね。最近聞いてね、ええ、最近多いで、これ多い、ね、今度やるアニメで、あの月刊少女野崎くんが主人公中村らしいから、うん、ああ、そうなんだ。あの漫画俺をすげえ好きだった。あの人や FF やる時間でいいんじゃないかな。 FF はまあやるんじゃないの、第二の仕事だからね。あーあー、なんかあった、終わった。最近出たさ、シーフってゲームあるよ。ああ、でもあれはリメイクでしょ、確か。あ、そうなんだ。あれ確か日本語版の主人公の声優が中村雄一だよね。へー、なんだろう、なんかね、あの風間とるみからなんかあの百波成分を抜いたみたいな感じの悪どい。いいね、そういうの好きだよ。なんか、なんだろう、アサシンって感じだからさ。まあまあ、そういうやつだからね。あ、さあ鈴木が乗り殺されるか。うますぎる。
マジかでは母上の元へ送ってます。さあね、アクレボ予選チームメイト同士、次は。あー、そうか、それお、これさ、ゆいかくんもう、だって最悪さ、こいつ上手すぎるなって思ってもチームメイトだからさそうそうそう、アクレボのチームメイトだからこいつ上手すぎたわって感動して終わりだよね、これ、うん、間違いない、いい仲間だっつって。うん、あーね、今度もうちょっと、もうあと少しか、ウォッチドッグスが出る、PS4 の、ソフトだけ買って、ウィズラさんに行くんで、あ、ぜひぜひ、はい、うちで遊んでってください。じゃあ、俺、Halo 5を買わなきゃいけないから、なるほど、Xbox One 買わなきゃいけなくて、うん、PS4 に回すのが、両方ってなるとさすがにきついからね、そうそうそう、なるほどね。でも、Halo 5も今年の冬にようやくマルチのベータ始まるよって言って、お前ら、かなりさえ Xbox 日本で終わりかけてんのにまだその気がタイトルを引っ張ってダメだろっていう感じの気分なんですが、シリーズが好きな人間としては辛いところです。で、シリーズから話を広げて、なんかモリピーがちょっとブレイブルーム待っててって言ってたね。一回俺さ、それでキャラクターがちょっと一回整理してもいいんじゃねえかと思うんだけど。あー、さすがに1回完結するまでは消せないんじゃない？消せないかな、やっぱり、うん、今20いくつ4が5とか。だってさ、1回ニュー13とミュートエルブが消えただけでさ、大騒ぎだった、あの大騒ぎだったからね。でもストーリー的にはいなくなってもおかしくないキャラではあったからね。むしろ格闘ゲームだから仕方がないよねみたいな事情を感じるもの。でもね、それでね、ウルフォーのキャラクター選択画面見るとビビるよ。あれ、ぶっちゃうよね40近いよね、あれ。あ、じゃあいっそのことはぶっちゃ増やしてセルフ2-on-2とかのゲームにしちゃおう。やったやん、そしたら俺多分 A パするよ多分 A パできる、そういうやつは。あー、これはガフー。よし、続けて。それこそブレイブルインスカでいい。そうやな。あ、ワンチャン。あっと、ドライバー通っちゃった。なんだっけ、あのさ、セガスターンのさ、横スクロールの中、あの市民とか使って対戦できる。ガーディアンヒーローズ。あ、そう、ガーディアンヒーローズ、うん、敵な、あんな感じな、敵な。あ、ファントムブレイカーバトルグラウンドみたいなゲームって言えばいいのかな。あ、じゃあでも対戦ができないでしょ、あれ。あれできるよ。あ、できるの、うん、あれ2ラインのね、4人対戦できるんだよ。で、中下段の概念とか、総裁とか、調子とか、全部ある、ゲージとか全部ある。ありありで全部ある。え、意外と面白いんじゃないの。結構面白いよ。誠のことシーン起き上がり。ああ、あっと、いろいろあった。ゴシイシジャコウ、ゴシイシ。おっと、スカットのエアモードを出してきた。今の動画出したな。あー、ちょっと見た。いろいろあった、いろいろあった、便利な言葉いろいろあった。ウェイで対抗したぞ。俺さ、ここの絵ってさ、うん、出てくるときに、ぶっちゃけこの人さ、生まれに関してはチートじゃん。で、まあ、最強と最高の娘だからね。最初その、まだいまいちキャラクターもよく知らなかった頃、うん、出てきたらさ、科学も使える、魔法も使える、こいつ最強じゃないって思ったけどさ、魔法嫌いって話で、科学の力ばっかりで、ちょっと俺実は期待してたのと違ったっていう。あ、これだから僕、ここまではもうちょっと待ってもよかったんじゃないかと思って。かな、ま、もっと待ってもよかったっていうか、このキャラクターがその、なんていうのかな。いいよ、抜け方知ってる。知ってる。おー。あ、じゃあ、俺の中では、もうちょっと何、魔法と科学の融合みたいな戦い方してくれるかなと思った。そう、だから、その、なんていうのかな、親との関係を清算してからでもよかったんじゃないかってこと。ストーリー的にね。そしたら魔法と科学のキャラになって。人工クラスじゃん、言われ方が。まあ、そういうことだよ。ああ、いろいろあった。あ結論、チームメイト最強。
送って差し上げます。もう一試合見れるかな俺。出社の時間ですよ。まだいける、まだいける、大丈夫ですか、まだ